ヤッフー YouTube、 どうもナビです。さて今日もヘアスタイル解説をやらせていただこうと思います。で今日はですね、彼ですね、彼って言って失礼かもしれないですけども、あの沢田研二さんですね。若い頃の沢田研二さんも、僕はもうリアルタイムではもちろん見れなかったんですけど、いやむちゃくちゃかっこいいですね。色気もあるし、かっこいいし、スタイルいいし、まあ、僕知ってる曲でもたまに TOKIO とか勝手に仕上がれとか、何だったっけな、あとはなんかいくつかあると思うんですけど、なんかその辺はもちろん知ってるんですけど、全部は分かんないですけど、もうめちゃくちゃかっこいいですね。みんなに見てもらいたい、知らない人も見てもらいたいんですけど、まあ、いくつか説明をさせていただきます、うん、ジュビーね、ジュビー、まあ、この時の時もう基本ウルフが結構多かったですね、イメージ的には、うん、でウルフなんですけど、もう前髪がこう目にかからない、目にかかる程度の長さ、そうで横 もうこれ流れてますけど、下ろしてたら多分リップラインとかまであります。リップラインと鼻の間ぐらいまで長さあります。で後ろはもう鎖骨まであるウルフスタイル、そうでもう前髪の長さこれぐらい短いでしょ。これに対して全部しっかりダウンを全部入れる、全部入れる、全部入れる。で襟足部分、このね髪の毛生えてるこのボンのとこラインから下の部分にはあまりダウンを入れすぎない、ね、そう、その上は全部ダウン入れていい、全部ダウンを入れて、下の部分だけはあまりダウンを入れなくて、こう重みに残して、で他はダウンを入れて後ろにリバースっていうんだけどね、まあ、後ろにこう全部パーマをかけて全部流せるような感じにした、こう色気のあるスタイリッシュなヘアスタイルが沢田さんの、まあなんだろうな、結構僕が見てる中ではイメージ的にはこういう長さがやっぱ多いんですよ。バランスでもう本当にダウンをしっかり入れる。今の子たちとかってこうやっぱこう、まあ、もちろんマッシュだったりとかウルフとかってあったらダウンを入れるんだけども、重めのウルフだったりとかあんまりこう短くしたくないっていうイメージの子は結構多いんですけど、やっぱこの時代だったりとか僕はもう結構好きなんですけど、やっぱダウンを入れることによってこう毛流れができて後ろに流してるこう流れるような感じになるっていうのが、やっぱ色気があった大人の色気。確かこの最初の時なんてまだ20後半だと思いますけどね、すごい色気があって、でしかもスタイルがめちゃくちゃかっこいいんですよ。ぜひ見てもらいたいです、みんなに。めちゃくちゃかっこいい。まあ、この時なんかはボブスタイルですね。短めって言ってもあれですけど、長めのボブスタイルですね。で、けどこの時も前髪はこう眉毛にかかるぐらいな感じなんだけど、もうパーマかかってるんで、目にかからない程度、目と眉毛の間ぐらいに前髪は揃えてあげて、で、まあ、6、4パートぐらいでボブにしてあげて、女性のボブだったらそれで終わりなんですけども、やっぱ男性のボブラインなので、こう段をいっぱいつけてあげて、前髪に合わせてるんじゃなくて、これは前髪や前髪で短く作ってあげて、で、段の幅は大体まあ10センチぐらいかな。全体的に段、こう目のラインぐらいに段が来るような感じ。前髪とはちょっと別個に段をちょっとつけてあげて、上の部分からちょっと段をしっかり入れてあげて、で、毛先をちょっとこう跳ねさせる。パーマ、まあ、今だったらコテでもいいけども、このちょっと濡れた質感っぽいのを出したいんだれば、パーマの方がいいです、うん、全体的に毛先パーマを全体的に緩くかけてあげて、例えばドライで、あ、ドライじゃないや、こうシャンプーとかした後、朝とかでもそうなんだけども、パウルドライをしっかりしてちょっと濡れた感じのものに対してちょっとムース、もう今ムース使ってる人も少ないのかな、うん、でムースとかの質感でこうつけて、でもう自然な、なんだろう、ドライヤーで全部乾かすというよりもバーッと乾かして、これで彼の手であったかくなってくるんで、もうそのままムースつけて自然乾燥のままのウェット感っていうのも僕はありだと思います。これは、うん、カットは難しくないです。ボブライン、前髪作ってボブでダウンをつければいいだけなので、これは挑戦できるかなって思いますね。簡単に難しくはないヘアスタイルですね、バランス的にも、うん。まあ、この時は同じですけど、一番見て、まあ、似てるような感じですけど、オールバックにしてね、横も後ろに流して全部流すんだけども、ここの首のとこ、このとこで首入れてるでしょ、首入れて毛先が外羽になってる、もう自然な外羽になってるような感じなので、パーマは全部後ろに流すような感じにして、毛先だけちょっと外羽にパーマしとけばもうこうなるんで、でしかも段をつけてるので、段が全部このさっきも言ってたけど、このボンドの上ぐらいまで全部段をつけることによって毛流れができるんだけども、ここのボンドのところで重さが溜まるんですよ。で、溜まったのからくびれがそのままできて、段をあまりつけない襟足がこう毛先が跳ねてくるようなバランスになるので、長ささえ決めとけばいいです。基本的に襟足だけ長いウルフスタイル、前髪はこの
目のあたりで、横は耳下ぐらいまでで長さを整えて、それに対してダウンを全部つけてパワーもかけて、毛先だけちょっと外はみにする、それだけで全然大丈夫です。でもう本当にこういうのはどうだろうな、今だったらバター系とか、まああんまり硬くないワックスとかでもう全然オールバックする方がいいですね。サラサラ場合は結構髪質が、髪の量は多いんだけども、一本一本はそんなに強くない細いパターンの方なので、そういう人は似合いやすかったりとか、質感が出やすい、パターン的には合わせやすい感じなんじゃないかなというふうに思います。量は多いですよ、うん。ただ髪の毛がパーマで動きやすかったりとかしやすいので、そういう方かなとは思います。ね、この時なんかはね、どうなんだろうね、この時めちゃめちゃ長いよね。そう、なんかボブマーリーみたいな感じの、ボブマーリーはあれだけども、あのドレッドだからあれだけど、そのぐらいなんかこうヒッピーみたいな感じのヘアスタイルでしたけど、こう長いよね、多分。どうなんだろうな、まあでも鎖骨ぐらいの長さ、もっと長いけど、長いけど、まあバランス、まあこのぐらいな感じに見せたいんだったら、まあ鎖骨ぐらいのボブラインで切ってあげて、でダウンもある程度多分ゲンゲンつけていいと思う、7、8センチぐらいのダウンをつけてあげて、上はでパーマなんだけど、パーマを今あのね、こう縦ソバージュ、昔で言うソバージュみたいな、こう縦回転のパーマをいっぱい作ってあげる、いっぱい作ってもらって、でそれに対してもムースとかでこうむしゃ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 ワックスまでむしゃむしゃつけてあげて、セットしてあげる、そのままにしてあげてぐらいが一番いいんじゃないかなと思いますね。黒髪とかでも結構ボンバーヘッドみたいな感じするんだったら、このぐらい勢いあってやってあげるのも僕はいいんじゃないかなとは思いますね。ただこれはやっぱり量が多くないとなかなか似合わないヘアスタイル、別に細くてもいいですけど、硬くてあの量が多くても太くてもいいですけど、量が少ないとちょっとやりにくいというか、バランスが取れにくいんじゃないかなっていうようなヘアスタイルですね、これは、うん。この時なんかはもうちょっとこう、これがまず服がセクシーじゃない、そう、ドレスシャツ、これが似合うのがやっぱなかなかね、いないような気がしますけど、似合っちゃう澤田さん、まあ、この時なんかは何だろう、まあ今で言うとマッシュに近いのかな、うん。でも目は目にかかる程度、目かぶる程度の長さで、横はこの唇ラインと顎ラインの間ぐらいの長さで、襟足は長めに残した3段階の長さに対してダウンをつけてあげて、毛先にパーマをつけてあげるっていうような感じなので、まあ難しくはないんです。ダウンのつけ方と長ささえ合わせておけば、あとはそれに対して量を減らしたりとか、もちろんぶつ切りじゃないですよ、バツバツバツじゃないですけど、まあ、前髪はまあこうバツで切って、まあちょっと調節したりとかしたりして、横はバツで切るんだけども、ダウンをつけることによって毛先の細さが出てくるんで、それに対してまた量を減らしてもらったりとかしたりとか、でそのダウンをつければこの後ろはダウンがこうボンドクも下ぐらいまで来るから、ボンドクも下からエリアシャツ長めに残しておいて、ちょっとマッシュなのかウルフなのかボブっぽいなのかっていうような感じですね、バランス的には。それか前髪を作ってエリアシャツ長めのショートボブなんだけども、ショートボブってこうダウンをつけてそこから前下がりでしょ、その前下がりじゃなくて後ろのボブのボブ切ってショートボブっぽくダウンをつけるんだけど、ダウンを重めにしてそっから前下がりじゃなくて前上がりっぽくちょっとこうダウンをつけてあげて、でそれに対してパーマをつけてあげて、まあフラットに切ってダウンをちょっとあのダウンっていうか全体的につけてパーマをかけてもらうと、ちょっとこう顔周りにも毛が出てきたりとかするので、いろんな切り方があるんで、一つであの正しいのは、なので美容師さんに言って、あのどちらでもいいと、前上がりボブっぽいようなグラデーションボブでもいいし、こうパツパツって切ってもらってダウンをつけてパーマをかけてあげてふわっとしてもらっても全然いいと思います。やり方は人それぞれなので、あの美容師さん相談しながらでもいいと思いますね。そう、まあ、この時なんかはこの時も似てますけどね、ちょっと短めな肩にちょっとつくぐらいな、まあこれが今でもやりやすいルーフなのかなとは思いますね、うん。バランス的にも前髪目のラインで切ってもらって、横はちょっとショートなんだけども重めなショートっぽく切ってもらって、耳は全部隠れるぐらいな感じ切ってもらって、その重さのままボンの部分まで重さ、だこの辺に丸さが溜まってるでしょ、この辺、ここ写真で見るとこの辺に重さ丸さが溜まって、で今度逆に襟足はちょっと薄くする、削いで薄くしてあげる、
そう、さっき前までっていうのは結構前髪も段あの短くして、この辺もまあミニミニにかかる程度は長さあるんだけども、全体的に段をつけて軽くして襟足をちょっと重めっていうバランスから、今度はここに重さを残してで襟足を薄くするっていうバランスにちょっと逆に変えていく。まあ時代の流れとかいろいろあると思うんですけど、そこは結構なんだろう、時代の流れによってやるので、好き嫌いは好みは自由ですけど、そこはバランスをとって自分の好きなようにこっちを重めにして襟足を長くして薄くするのか、こっちを軽くして襟足を長くして重めにするのかっていうのは自分の個人の好き好きになってくるので、あのバランスを見て美容さんと相談しながらやってもらえれば一番いいのかなと思うので、ぜひやってみてください。バイバイ。